はいどうもつけ麺2いそしょだあべちゃんはい今日はい2020キロカロリーぴったんこ食い対決2020とは何の20なんですか今年の年です。おおおおそういうことね。そう知らなかったですよね。頭いいわ。なるほど。あそれの2020天才やしょうもねだからまあもうこれ俺がもう今日さっき買ってきてもう全部カロリーも全部隠してあります。はい、はい、2人で予想して食べてもらうって感じです。なるほど、はい、これぴったり賞は2020万円。おお万円万円それは阿部ちゃんが用意してくれるってこと。あもう俺がもう知り合い全員に頭下げてくれたマジで知り合い全員これはもうオーバーしてもいいもんな。オーバーしてもいいですよ。近い方がまあ言ったら勝ちだから。なるほど、うん、罰ゲームは、これ全部お支払いでございます。マジかつけ麺ズもう食いたいやつから食っていきますよ。そうですよ、食いたいやつから食っていってください。カロリーえぐいのもあれば比較的低カロリーのも買ってきてるんで。焼きおにぎり覚えてくれてる。焼きおにぎりねちょっとこれいきたい。もちっとドラプリン&ホイップ、じゃあ俺はこの焼きおにぎり、はい、焼きおにぎりに対してすごい魅力を感じんねんな。小さい頃からドラ焼きの中にプリンが入ってるやつ。へえー、すごい。いただきます。おう、うまっ。これいいな。生地がもちもち。でもこれカロリー高いぞこれ。二人ともね、こう予想しながら食べてください、うん、そうですね。ちなみに翔ちゃん、それ何キロカロリーぐらいだと思いますか。これは260大まか200。じゃあどうしようかな。どこと弁当いっちゃいます。これおー、ここでねチャーハン&ユリンチ。相当これはカロリーがね、はい、そうです。1000と見た。おお、この弁当1000キロカロリー、はい、うわうわ、うまそう。一口いった。うまい。うまうまたっぷりタルタルフィッシュバーガー。おー、うん、タルタルは結構ね、普通のフィレオフィッシュやったら多分300キロカロリーぐらいかな、うん、でもこれタルタルついてることによって400ぐらいかな。おお量いなこれ弁当はねなかなかですね。でもこれ食べちゃえばって刻むだけなんで楽なんですよ。まあ、そもそも2000キロカロリー食うってこと自体が結構しんどい。うん、結構な量おパン完食。シュークリームこうかな、うん、シュークリームピザもかな。おいしい。完食。俺はもうお弁当で稼いだんで刻みます。あ、これなるほどね。ヒカキンさんのやつ。ヒカキンさんのやつ、ね、はい。何キロカロリー予想する。150。おお。翔ちゃんそのポテトは250。こんな感じなの。そうです、皮までついてます。これえ、これって本物を揚げたの。そうです、そうです、そのまま揚げて。すごい、加工もしないんだ。はい、シュークリーム美味しく。さあ、そうだ。よかった。お腹いっぱいな。いやでもまだまだいけるね。まだまだいける。今年の俺は違うから。よっしゃ、じゃあ俺も。水に。まだカップ麺も残ってる。水に食いたくないな。厚切りハムカツパン。しかも辛子マヨネーズついてるわ。あ、マヨネーズついてる。400。おほ。去年の最後らへん結構リーダーに負けてたんで。コーンフレーク。あれが疑惑あった。疑惑のコーンフレークね。あれ編集終わっても気づかなかった。はい、完食。完食。そしてあとはまあ約500キロカロリーぐらい。そうですね。はい、ツナマヨ。おお。これ500ぐらいいってるかもしれんな。ちなみにそのツナマヨネーズは何キロ予想。400ぐらいいってんじゃん。いやいや、マヨネーズ入ってるから。そういうのは割だからね。150。少ないと思うね。100の中でも多分つながりしてます。180180。ちょっと乗せられてる。リーダー知ってますか、シュークリームって、うん、スイーツの中でめちゃくちゃヘルシーなんですよ。あ、そうなの。クリームだから。じゃあ下げとこうかな。なんか最初決定したからゆるゆるだ。はい、完食。おい、富田か家系か。残りライフ、なんだっけ。残りライフが330。じゃあこれ食ったら終わりやん。いい。これ1個食えばちょうどや。自分で考えますから。もった。完食。これ富田いきます。お、マジで。はい。勝負の富田。マジで。これ食って終わり。なんで俺もこれいきます。これでちょっと稼ぐわ。2020万円ですよ。はい。本当に俺マジで土下座してくるから。みんなに。あ、本当友達のお母さんとかそのお母さんのおばあちゃんとかにも頭下げる。そう、じゃあ絶対ぴったりだそう。
そうそう、2人で協力してピッタゴさすから。そうそう、いいね、絶対ダメ。いや、ほら、それと一緒におにぎり入ってた。うん、俺思ってた、これとこれでこれ食ったら、うん、これにこれかな。おお、ゆで卵ね、最強セットだ。そのカップ麺は何キロ予想なの？一応400。あ、400。これまあ150。これと一緒におにぎりも食った、せっかくやから。美味しく食べようとしてるやん。そう、やっぱどうせやったらな、タダ飯やから美味しく食べたのか。何言おうが結果が全てだから。そうそうそう、そうそうそう、まあね、まあ、最強のコンビや、最強コンビネーション。おにぎりかじって、おにぎりかじってメイクの逆じゃないですか。逆じゃないですか。ちょっとスープ飲んで、ね、かぶりじゃないですか。逆だよね。いいの？おにぎりかじってメイクいない。そんなルール誰か決めたの？そんな、おにぎりおかずにラーメン食ってます。これ俺の食い方だよ。ラーメン食っておにぎりを、で、ちょっとスープ飲みますか。あ、そうそうそう、うん、美味しいでしょ。じゃあ、早いか、でしょ、これこれ、はい、かよくおい、富田監督ストップ。おお、ぴったんこです。これで予想カロリーはこれ330で2020キロカロリーです。はっ、監督、はい、今で一応1800円。で、こっち行くか、卵2個行くか。いや、卵2個より俺こっち行くわ。アンパン、うん、ここへ来てアンパン行くの。開けたからにはもう食べてください。あ、でも、うん、信じるわ。これで2020。いや、ホイップ、ホイップ入ってるから。うん、おー、完食ストップ。じゃあ結果発表しましょうか。はい、じゃあまずリーダーが一番最初に食べた焼きおにぎり、はい、195キロカロリーでございます。 お予想は200。しょうちゃんのこちらどら焼きです。はい、345キロカロリーでございます。え、何キロ予想？200とか。やばいやばい。リーダーがたっぷりタルタルフィッシュバーガー、はい、これちなみに何キロ予想リーダー？400です。こちら508キロカロリー。いいっすよ、いいっすよ。で、しょうちゃん、はい、次食べた満腹チャーハン&油淋鶏、はい、こちら何キロ予想ですか？1000キロ、はい、はい、こちら872キロカロリーでございます。おー、あ、でもさっきのといい感じに調理で合わさった。はい、じゃあ次リーダー、はい、シュークリームです。予想150。こちら229キロカロリーです。で、しょうちゃん、はい、ポテトフライ、はい、こちら何キロ予想？250とかあった気がしますね。250。こちら241キロカロリー。おー、よし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 、めちゃくちゃいい。リーダー、厚切りハムカツパン、はい、これ予想何キロですか？これ僕500にしました。こちら392キロカロリー。あ、なるほど、よかったよかった。あ、これでちょっと生じれば外で、しょうちゃんツナマヨネーズです。はい、200とかでした。こちら、はい、247キロカロリーでございます。おー、いいっすよいいっすよ、マジでリアルにいいかも。リーダーのカップ麺予想は400。はい、こちら404カロリー。私はほぼ。しょうちゃんはこれが最後ね、はい、富田の330予想。こちら、はい、397キロカロリーです。俺も最後やな、次で、あ、じゃあ俺、あ、おにぎりもあるとおにぎりとアンパン、アンパンに、あ、終わったわ。終わったの？終わった終わった。何キロこれ予想ですか？おにぎりが150。おにぎり180キロカロリーです。おー、あー、終わりました。終わりました。え、終わった？うん、計算して数字見て、うん、あとこのアンパンがあるっていう状況でどう？負けました。アンパン、293キロカロリー。ああ、じゃあ最初にしょうちゃんから。じゃあ、はい、私、はい、2102キロカロリー。おー、なるほど。イエーイ。私、はい、リーダー、2201。あったー。残念残念。じゃあリーダー、全額お支払いで。うわー、マジか、また負けかよ。もし卵2個にしてたら、うん、2038。あ、マジっすか。アンパンじゃなくて卵2個にしてたら勝ってたって。いや、だから言ったじゃないですか、出たものなんて。うわ、メンバーの言うこと信じないからですよ。ほんまよ、リーダーなのに。信じてること。めっちゃアドバイスもらってたの。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。
Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。一個だけ2020キロカロリーになる方程式がありました。何ですか？それは内緒です。ちょっとそれ言っていいやん。絶対知らんやん。